姫君は何も知らずにいた。覗いた今に可憐な美しい顔をして姫君が座っているのを見て、大臣の心に父の愛が深く湧いた。いくら年がいかないからといって、あまりに幼稚な心を持っているあなただとは知らないで、我々の娘としての人並みの未来を私はいろいろに考えていたのだ。あなたよりも私の方が廃り物になった気がする。と大臣は言って、それから乳母を責めるのであった。乳母は大臣に対して何とも弁明ができない。ただ、こんなことでは大事な内親王様方にも過ちのあることを昔の小説などで読みましたが、それはご信頼を裏切るおそばの者があって、男の方をお手引きするとか、また思いがけない隙ができたということで起きるのですよ。こちらのことは何年も始終一緒に遊んでおいでになった間なんですもの。お小さくはいらっしゃるし、宮様が寛大にお扱いになる以上に我々がお制止することはできないとそのままに見ておりましたけれど、それも一昨年頃からははっきりと日常のことがご区別できましたし、またあの方が同じ若い人といっても、だらしのない不良な風などは少しもない方なのでしたから、全く油断いたしましたわね、などと自分たちの仲間で嘆いているばかりであった。